いや、最近、無印良品のコートスニーカーについて語ってる YouTuber が多いんだけども、確かに良さそうな気がするんだよな。だけども、結構みんな絶賛してるから、かえってうさんくさい気もするんだよな。まだ実物見たことがないから、誰か本音ベースでしっかりと語ってくれる人はいないのかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、無印良品の話題のコートスニーカーは、本当に買いなのかというテーマでお届けをしてみたいなと思っています。正直 ですね、無印良品のこちらのスニーカーに関してはすでに多くの YouTuber だとかインフルエンサーの方がレビューをしているので周回遅れだと思うんですねですがなぜ僕は今まで,です、ね、このスニーカーについて語ってこなかったのかというと理由があるからなんですね、まあ、僕たちのようなです、ね、YouTube で発信をしている人間だとですね日々いろんな企業さんから PR の依頼とかが来るんですね実際に商品提供するのでレビューしてくださいだとか商品貸し出しますのでよかったら動画にしてくださいみたいな みたいな声もで、すすねね僕も1ヶ月に十数件は来るんです、ね、でこちらの無重商品のスニーカーに関しても、発売前にですね、お声はいただいておりまして、こういったスニーカーがリリースされますっていうことで、僕も聞いていたんですね。まあ、そのタイミングでですね、いろんな YouTuber、インフルエンサーの方は、実際に商品をお借りして、動画化して、事前にこうレビューを上げるようなことをしてたかなと思うんですね。で、僕はどうしたのかというと、その場ではあえてですね、商品をお借りすることはしなかったんですね。後日発売してから自爆 バラで買ってしっかりとレビューしますということをお伝えしたんですねこれなぜかというとですねおそらくですね発売前のある一定のタイミングから同じような動画がめちゃくちゃ増えるなと思ったからですねその中で自分が動画を上げてもそこまで差別化にならないなと思ったのが1点そしてもう一つ大事なところは商品を提供されたりだとか貸していただいた上で本音レビューってしづらいところがあるからなんですねもちろん本音で皆さん語っているかなと思うんですが10自分の中で感想を持ったとし その中ででも良い部分すすねこれを動画化する方が圧倒的に多くなるかななと思うんですねなぜなら僕自身がそうだからです。やっぱり商品提供だとか PR になってくると良い部分をお伝えすることに特化していくのでそれは自然なことだと思うんですね。なので僕は今回はですね、あえて事前に動画アップするのではなくてこれちょっと自腹で買ってみようと思ってですね、投稿の時期をずらしたわけなんですね。本当はですね、店頭に行って商品を見てから買いたかったんですが残念ながらですね、近くの無印商品にはなかなか こちらの取り扱いがなかったのでオンラインで今回購入をさせていただきましたまあスペック名はもう皆さんご存知だと思うんですがコートスニーカーという名前で価格は8990円無印良品で発売をされていますでこちらはリーボック社との共同開発のスニーカーになっていましていわゆるですねリーボックの中でも本当に定番的なクラブ C ですねそちらをベースにしたようなモデルになっていますですのでデザインを見ていてもですねクラシックな要素がしっかりと詰まっていてすごくバランスはいいな と思います、まあ、クラブ C は僕自身はあんまり履いてこなかったスニーカーなんですね。いわゆるコート系スニーカーというもので、他にも選択肢はいくつかありまして、代表的なとこで言うとですね、やっぱりこう、アディダスのスタンスミス、このあたりは外せない名作かなと思います。僕はスタンスミスを履くことが多かったんですね。あとはこの同じジャンルで言うとですね、白系スニーカーということで、僕は普段から皆さんにも鉄板アイテムとしてご紹介してきましたよね。その中で言うと、リーボックがあって、アディダスがあ あってそしてもう一つこれですねコンバースのオールスタークップというですね名作があるんですね、まあ、結構各社で雰囲気は変わってくるんですが僕はスタンスミスを履いたりだとかコンバースのオールスタークップではないですが通常のオールスターなんかはよく履いてきましたでクラブシーンに関しては履いてこなかったんですが、まあ、シンプルで使いやすいデザインなので大人の男性にはやっぱり似合いやすいベースだなというのを改めて感じましたでリーボックのですねロゴが入っていないんですよねこの部分です本来 ブランドロゴが入ってるんですがそういったものがなくて、まあ、クッション性も非常に効いていて歩き心地もいいのでパッと見の見た目はローティッケ系スニーカーでそんなに履き心地の面では特化してないように見えるんですがしっかりとそのあたりは現代的な要素を入れてですね履き心地の良さまで追求されているのでこれはですね確かにいいのは間違いないなと思うんですねなのでこのあたりをですね中心にお伝えしている方は多いんじゃないのかなと思いますで色味に関して言うとですね真っ白ではなくてオフホワイトなんですね こちらのスタン・スミスに比べると、こちら真っ白で、オフホワイトということで、ちょっとこなれ感があるんですね。このあたりの色味も、まあすごくいいんじゃないのかなと思います。ただ僕はちょっと黄みがかったホワイトよりも、ここまで真っ白だと少しですね、白すぎるかなという印象なんですが、まあ、オールスタークップぐらいのですね、自然なホワイトが好きなので、そういった点では、まあめちゃくちゃ好みの色かというと、少しオフホワイトの黄みがかってる感じは気になるかなとは思いました。あとは部分的なパーツなんですが、ここですね。 でも履きやすいようにこういった紐がついてるんですが僕はこれ結構デザインの中でも目立つのでなくても良かったなという印象ですね、まあ、使い勝手に特化するよりはなくてスッキリしてる方がよりバランスが良かったかなとは思います価格は8990円ということで結構買いやすいところもすごくバランスがいいなと思うポイントですね、まあ、現行で売っているリーボックのです、ね、クラブ C はたい11000円ぐらいなのでそれと比べても買いやすい価格帯というところはすごく評価できるポイントかなと思います 合皮なんですねとは言っても非常に仕上がりがいいのでレザーなのか合皮なのか一発で見てわかるということはまずないと思います、まあ、正直ですねオールスタークックなんかと比べてみてもキメの細かさだとか上品さは確かにオールスタークックの方が上だと思うんですねただその分値段も上がるのでそれは仕方がないかなと思いますただこちらのクラブ誌を見てもですね合皮っぽさはなくて上品な雰囲気はちゃんと出ているので僕は満足度は高いなという印象ですねスス、まあ、スタンスミとスと比べていただくま やすすすいかなななとと思うううんんででがががどうししててもロゴが入るとスポーティな印象が強くなってしまうんですねその点、無重商品が作るもののようにですね、ロゴを全部排除した方が、僕はスッキリとシンプルに履きやすいなぁとは思うんですね。なので、ミニマルな一足としては、めちゃくちゃおすすめです。あとは、この価格帯の中では、非常にクオリティが高い一足だなぁとは思うんですが、引っかかるのが合皮だというところですね。先ほどリーボックのですね、現行のモデルに関しては1万1000円すると言いましたが、こちらはですね、合皮ではなくて、天然のレザーを 使ってるんですね見た目の部分ではそこまで明確には変わらないんですがこういった白系のスニーカーって僕の中では長く使うようよなな定番アイテムなんですねだからこそ長く使っていく中でうまいことエイジングできた方が愛着が湧いてくるんですよねこちらの合皮に関してはやっぱり初期の段階の方が雰囲気としてはいいんですねだんだんくたびれ感が出てくるという印象で自然なレザーに関してはシワの入り方だとかエイジングみたいなところで言うと やっぱりですね、雰囲気が出やすいんですね。まあ、ある意味でこきくはなっていくんですが、例えば僕のですね、これ、ジャーマントレーナーなんですけども、マルジェラのものです。もう5年以上履いてるかなと思うんですが、ひびが入っていきたりだとか、シワが入っていきたりだとか、スレードの部分もですね、こう、かつれていきたいだとか、このですね、くたびれ感っていうのが僕は好きなんですよね。男ならではの感覚かなとは思うんですが、自分の着こなしに馴染んでいくっていう感覚を楽しむのであれば、やっぱり合皮ーーよりは、通常のレザー の方がやっぱりいいんじゃないのかなとは思っていますスタンスミスなんかもですね数年前に本側からフェイクレザーに変わった時期がありましたよねあの時にも賛否両論が巻き起こりましたレザーを愛好する方ってたくさんいらっしゃると思うし使い込んだ時の味わいみたいなものを大事にする方もいるのでやっぱりその声も理解ができるんですねそういった面では8800円すごくコストパフォーマンスが高くていいんだけどももうちょっと頑張って個人的にはクラブ C85 のですねヴィンテージチョークというモデルこれ これがね結構かっこいいなと思うんですよねまあ値段もちょっと上がってしまうんですが白系のスニーカーって正直何足も何足も必要はないと思うんですね僕は職業柄白系のスニーカーをいっぱい持ってるんですがメインでガツッと履いてるのはやっぱりこの白のジャーマントレーナーとかあともう一足あるぐらいなので実際は2足ぐらいで回してるんですねそう考えるとなるべく予算をかけないで白系のスニーカーを履くというのであれば僕はこの選択肢めちゃくちゃありかなと思うんですが、まあ、数少ないワードロー トそのあたりは人によって様々かなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思います。話戻しますが、クラブ C85 のヴィンテージチョークに関しては、まあ、最初からちょっと使い古したような雰囲気もありつつ、リーボックのロゴ自体もですね、ついてるんだけども、本体になじませてあって、派手さがないんですね。しかもリアルレザーを使ってるので、くたびれ感さらに出てくるので、 付き合ううのでであれればこれもすすごくかっこいいなと思うんですねちなみにこちらのクラブ C に関しては僕は一度買おうと思ったことがありまして、まあ、この写真を見ていただきたいなと思うんですが僕も大好きなマルジェラですねマルジェラがリーボックと組んでクラブ C をですね作っていた時期があるんですね4年とか5年ぐらい前だったかなと思うんですが実際に試着をして買う一歩手前のところまで行ったんですがちょっと時間がなくて取り置きをしてそのままですねなかなか行けるタイミングがなくて買い逃してしまったんですよね これがめちゃくちゃかっこよかったんですよね。なので僕自身、クラブ C というスニーカーのデザインですね。これはすごく好きなんですね。ただこういった無印良品のシンプルなものもあれば、オリジナルのクラブシーもあって、ちょっとヴィンテージライクですごく味わいが出そうなものもあります。あとはマルジェラのものなんかもあったりだとか、本当にね、いろんな選択肢があるので、まあよくそのあたりは検討しながら選んでいただくのがいいかなと思います。まあやっぱりですね、短期間にいろんな YouTuber の方がこういったスニーカーをですね、話題に上げると、 これはマストバイだという形でですね、飛びつく方も多いと思うんですね。僕自身もそういうところが非常にある人間なんですよ。あ、この人が言うから買おうっていうのは、やっぱりあるのが人の心理だと思うので、まあよく気持ちはわかるんですが、そして僕もそういった動画を作りがちなので、反省する部分非常に多いんですね。まあこちらの無印良品のスニーカーが素晴らしいことは間違いがないです。これは僕も実際に見てみて、まあ買いだなとは思いました。特にこの価格帯でなるべく予算感を抑えながら白系の スニーカーカを買ううのであれば今一番押せるようなな足かなと思いますそしてここでですね、もう一足、競合となるような一足が出てくるわけですね。撮影時点ではまだ発売前なので、手元にはないんですが、ユニクロ C のスウェードコンビネーションスニーカーですね。これがめちゃくちゃバッティングするような強敵だと思ってるんですね。まあ、シンプルな白系のスニーカーなんですが、ちょっとこう、ジャーマントレーナーっぽいところもあってですね、これ、まあ先日もお伝えしていますが、部分的に にスエードを使っていたりだとか、ソールの部分にですね、ちょっと野暮ったいブラウン系を使ってるんですが、ブラウンの分量がそこまで多くないので、程よいアクセントとして効いているんですね。このスニーカーが4,990円ということで、半額まではいかないですが、かなりですね、お手頃で、なおかつちょっとデザイン的なエッジも程よく効いているというところで、かなりですね、バッティングするアイテムかなと思うんですね。なので皆さんもですね、実際にこの2足をですね、比べてから買ってもらう。 いいいいんじゃななのかなと思いますコスパ最強部門で言うとこれが二大巨頭だと思ってまして、まあ、そのコスパっていうところを超えてもうちょっと長く使えるようなスニーカーを選ぶのであれば他にもありますよというところでオールスタークップがあったりだとか、まあ、スタンスミスが今めちゃくちゃ瞬化というとそうではないかなと思うんですが一応選択肢としてはありますあとはちょっとマルジェラのジャーマントレーナーなんかはなかなか難しいかなと思うのでこちらのようなリプロダクションオブファウンドのですねジャーマントレーナーだとかその 長く使うという意味ではすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますのでよく検討して皆さんにとってのベストな一足を選んでいただくと個人的にはいいんじゃないのかなと思っております。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、無重視品のコートスニーカーですね。これは実際に買いなのかというテーマでお届けをさせていただきました。個人的なですね、最終意見は、コストパフォーマンスを求めるスニーカーであれば、買いだと思いますが、ユニクロ C のですね、スニーカーとよく比べていただいて、気に入った方を買うというのがいいかなと思います。僕はもう実際に購入しましたが、実際に消費者の立場だったら、もうちょっと待つかな、 という感覚ですねで今はですね様々なインフルエンサーの方が紹介したので結構品薄状態が続いてるかなと思うんですねこの評価というのはある意味でわかるんですがちょっと白熱しすぎてる感じもあるかなというところはあるんですねなのでまあ、冷静にですね見ていただくのがいいかなと思いますでスニーカーとか靴に関してはコスパで選ぶのも重要なんですがそんなに靴の数って僕は必要ないよねと思ってるんですね白系のスニーカーがあってグレー系のニューバランスが ブラック系のスニーカーカですねこれは例えばサロモンンだとかオンダとかかオ他のようなハイテク系ののスニーカーカですねこの辺りがあれば結構回っちゃうんですよね。その中の一足である鉄板の白スニーカーをコスパで選ぶのかっていうところをまずは考える必要があるかなと思うんですね。なので、よくよく検討してから大事にですね、こういったものは選択してみるといいんじゃないのかなとは思います。ただ、このような白スニーカーっていうのはある意味で消耗品的な立ち位置でもあるんですね。黒系だとか とかグレー系ににに比べるるるるととははかか汚れが目立ちやすすっったりするのでで気軽に履ける1足を持っておくという意味ではまあ、間違いなく良い選択肢だなと思います。完成度も非常に高いので、いろんな YouTuber、インフルエンサーの方が絶賛するのは間違いないと思います。ただ、それだけではなくて、全体のバランスですね。無印象じゃなくて、リーボックのですね、クラブシーを検討するっていうのも、僕はこの際すごくいいかなと思ったりするので、本音ベースでお話をさせていただきました。まあ、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら、オンラインで購入してください。 しただとか実際に見なながらでですね冷静な判断でこちららのの無印良品のスニーカーカを良かったた検討していただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたちょっと通向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信も行 っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はぜひこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただければなと思っています。メンバーシップチャンネルはですね、かなり本音満載で、今日みたいなことをガンガンお伝えしていますし、あとは僕自身のですね、私物とかもどんどん買ったものはご紹介してますので、よかったらチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。